1分でわかるロックギタリスト特集です。今回紹介するギタリストはですね、ユーを紹介したいと思います。で、ユーはですね、1990年代後半にデビューしたビジュアル系バンドのジャンヌダルクっていうバンドのギタリストです。で、このバンドに関しましては約7年ぐらい前に、一時休止っていう感じで、今は休止活動状態なんですけども、今それぞれメンバーはですね、ソロ活動をしていまして、ユーに関しましては、ソロで歌的なものではなくて、ギターインストっていう感じで、歌なしの、ギターで、メロディーとか、そういった楽曲を作る感じのアルバムを制作して活動しているギタリストです。で、彼に関しましては、デビュー当時はですね、デビュー当時は確かに上手かったんですけども、本当なんかギター大好き人間っていう感じでして、練習、練習、練習、また練習みたいな感じで、ライブをするたんびに、なんかギター上手くなってますし、なんか作品を作るたんびになんかどんどんオタク度が増していく感じで、こう、なんていうか、どんどんテクニカルなこととか、難解なこととか、難しい表現とかを詰め込みたいっていう感じの、本当ギター大好き人間っていう感じの人です。で、今のソロ作品の中でも、エレキギターも弾くんですけども、主にアコースティックとかクラシックギターを使って、表現の幅をさらに広げてる感じで、難しいこともやりますし、こうギターのタッチ的なことこでもすごい追求する感じの、本当なんかギター大好き人間っていう感じの人です。で、さらに詳しいことに関しましては下の説明文のところにですね、ブログ記事としてリンクを貼っていますので、そちらをご覧ください。ありがとうございました。